です。オンサタデーナイト。土曜日午後9時スペルメッセージ、オンサタデーナイトの時間は今晩もやってまいりました。これから1時間、イエス・キリストはあなたの人生に素晴らしいことを知らせることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手をするのは井出明誠と、時原善子です。よろしくお願いします。お願いします。さて、5月、ゴールデンウィークが始まりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日まで仕事だった人もいるでしょうし、もうゴールデンウィークに入った人もいるでしょうけれども、どっかに旅行に行ってる方、今旅行で来てらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、まあ、とにかくひたすら眠るんだって人もいるでしょうけれども、ね、実はこのゴールデンウィークですね、私は明日は礼拝、そして明後日からは、東京から牧師が来られて一緒に、大分、福岡、そして平戸、長崎、そして、大牟田、熊本と回ります。で、火曜日の5月5日、子供の日にですね、長崎の、では、全国ゴスペルグループコンテスト、九州大会、九州予選大会の決勝がありまして、いつもは教会であるんですが、今年は、メルカ月町5階ホールで行うことになっております。はい、ですからですね、ぜひ皆さんですね、午後1時半から、小学生、および、ヤング、20歳以下の部門、そして、予定では2時半から、2時半、まあ、2時ぐらいからできるかもしれません。今回は、小学生以下の部が1チーム、それから、ヤングが、5チームかな、うん、5チームになりましたので、ヤングが5チーム、そうですね、5チームですね。ですから、そうなっていますので、そうですね、2時か遅くても2時半にはスタートできると思いますけれども、一般の部が始まります。で、3時半、4時半、5時半、まあ、5時半ぐらいまで3時間、あるいは6時近くまで、熱戦が繰り広げられると思いますので、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。はい、これは入場無料でどなたも、はい、来れます。聞きに、はい、ですね。まあ、コンサート終わった最後に、まあ、席上献金というのがありますけど、これは全く自由ですので、はい、する必要は ないので、はい、本当に、あ、よかったなと思う人だけしてほしいという、まあ、カンパみたいなものですので、はい、無料ですので、ぜひおいでください。はい、ゴスペルクラブも28チームのうちの15番目、後半の最初、はい、まあ、一般が始まるのは2時半、2時とし、2時半として、3時半、4時、4時、4時ぐらいかな。4時ぐらいから4時か4時過ぎぐらいに、ね、はい、なると思いますけれども、はい、出ますので、まあ、ぜひゴスペルクラブを、ね、お会いする方来ていただければと思います。で、後半がやはり強いチームができますので、4時以降、まあ、4時から5時、5時半、6時にかけてですね、強いチームができますので、ぜひ楽しみにしてほしいというふうに思います。はい、これは5月5日の午後2時1時半から子供の部、はいはい、で大人が2時ぐらいですね。はい、はい、言ったんですけどもね、はい、はい、もう一度言ってくださいました。はい、はいはい、それでは、ですね、ということになります。それとともにですね、夜はそのままメルカ月町で6時半から、カリスマ聖会といってですね、奇跡や癒しやそういうことが起こってくる、そして本当に聖書からのお話、またゴスペルを聞く時を持ちますので、ぜひおいでになってほしいというふうに思います。もう一つですね、嬉しいことがありまして、実は昨日5月1日の金曜日ですけれども、大阪勤務になりました長男が、ちょっと連休で帰ってまいりまして、そこにさらにフィジーに行っておりました長女が3年ぶりに戻ってまいりまして、長男長女が揃って、そしてさらにですね、明日、次女が今東京で研修してますけど、帰ってきますので、8人兄弟全員明日の夜揃い踏みするということですよね。はいはい、で10人家族全部揃うのはものすごい久しぶりな気がしますが、で次いつ揃うかわからないと思うんですけども、まあ、6日の朝まで揃ってるんですが、まあ、私は、C はいないし、GO は、まあ、そうやって1日やっていますので、まあ、明日の夜と5日の夜に、まあ、少し、一緒に過ごせればなと思っております。それではですね、今日1曲目なんですけども、静寂さんから今日もですね、早速メールをいただいていますので、お読みしたいと思います。ゴスペルメッセージ、オンサタデーナイトの皆様、
こんばんは、静寂です。5月になりました。今月もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。11月から半年間、11、12、1、2、3、4と半年間、一回も欠かさずメールをくださった静寂さん、後半戦になりました、ね、また5月にありがとうございます。はい、ありがとうございます。さて、いよいよ5月5日にゴスペルコンテストの九州大会が開催されますねと、はい、ね、そうですね、先ほど言いましたように決勝大会と言いましょうか。九州の決勝、これで勝ったチームが白馬に行きます。九州各地から精鋭の28チームが集結しますし、私も参加させていただくこともあるので今からドキドキですと、そんなふうに見えないですけどね。おまけに今回はいつもの教会の街道を離れ、メルカ月町で、あ、消えちゃった。はい、あります。メルカ月町で、行われるので楽しみでもあり緊張感もひとしおですと。はい、今言いましたね、メルカ月町で5階ホールとかになります。ここは以前ですね、ゴスペルクラブが確かミュージカルをした場所ですよね。はい、年明け物語ですね、はい、すごく祝福された時ですよね。で、まあ、楽しみだめに緊張感もひとしおですと。どうか九州各地から集結する28チームが完全に守られ、これまでかつてないようなハイレベルな戦いを繰り広げることができ、また審査もスムーズに進み、28チームありますからね、うん、無事にコンテストを終了することができますようにお祈りいただければ幸いですと。ね、リクエストは角の響き2週から、主は今祭典をお願いします。静寂よりということですね。まあ、鹿児島さん、熊本さん、宮崎1、人吉2、それから長崎は9出ます。諫早1、それから佐世保が2、そして、福岡1、唐津1、そして飯塚1、北九州3かな。それから、筑豊1、はい、そんなところかな。そうだと思いますね。だけのチームが出てきますけれども、ぜひ皆さんですね、九州各地から集結しますので、ぜひ来て楽しみにしてほしいと思います。まあ、ハイレベルの戦いを繰り広げて、審査もスムーズにお祈りできればということですけれども、せっかくですから一言お祈りしましょう。天皇とおさま、5月5日の、伝統ゴスペルグループコンテスト九州地区予選決勝大会において、28チームの一つ一つが最高のパフォーマンスをして、礼と誠をもって神様を礼拝し、かつ人々に本当に神の愛と恵みと命が流れていく、今までで最高の賛美をどのチームもできるように、程よい緊張感の中でリラックスしながら本当に真実な主への賛美、そして人々への賛美を届けることができるように、たくさんの方々が家族、親族、友人、まあ、飛び入りも含めてたくさんの方が来られて、その人たちが本当に神様の愛に触れられ、神様の臨在の中で癒しを受け、解放を受け、救いを受けることができるように導いてください。審査もスムーズにいって、ちゃんと5時半、遅くても6時までには終わり、そして、本当に、優勝するチームとともに次点枠のチームが2つ以上必ず白馬に行けるように特別な恵みを持って導いてください。特に、ご興味をくださった静寂さんが、自分でも驚くほどリラックスして最高のパフォーマンスをして次点枠に入れるように特別な恵みを持って導いてください。イエス様の名によってお祈りいたします。アメン。静寂さんはですね、オリジナルの賛美でね、若者と出ますけれども、僕らはってですね、生まれたって歌なんですけども、この前オンライン集会で熊本に行った時ですね、その一人の方がですね、なんかえらく気に入っておりまして、で、今日飯塚に行ったら、やっぱり飯塚の、やっぱり方はですね、えらく気に入っておりましてですね、いろんなところにファンができておりました。聞きたい方はぜひ、5月5日の日に、それは後半に出てくると思いますけれども、来ていただければと思います。それじゃあ静寂さんのリクエストお願いします。はい、今日はオープニングに聴いていただく曲、主は今最善をという曲です。作詞作曲、イスラエル右輪さんです。どうぞお聴きください。主は今私に
静寂さんのリクエストで、今祭典、主は今祭典をってことですね。はい、静寂さん本当にありがとうございました。感謝します。5月5日の全国ゴスペルグループコンテスト九州地区予選決勝大会ですね。メルカ月町の5階ホールで午後2時、14時、午後1時半から小学生、ヤングの部、そして、一般の部は午後2時半ぐらい、大体14時半くらいから始まって、3時間はかかると、3時間ぐらいか3時間、ちょっといかがしますか、28チームが参加します。ぜひ、おいでになっていただければと思います。さて、佐賀友さんからですね、連絡がありまして、佐賀友さんのお友達の、S さんがですね、この前の S の集会に来られましてお祈りしたんですけども、その方からメールがありまして、入院 されたんですけれども、5月1日の日に無事に退院されたということでね、皆さんにお伝えくださいということがありまして、すごく嬉しく思っております。佐賀友さん、ありがとうございます。で、ラジオのリクエストがありまして、ね、本当にお友達がね、退院できてよかったですね、天の故郷に憧れてをお願いしますということですので、今日は天の故郷に憧れてという曲を流したいと思いますけども、癒しの集会は、5月は16日ですかね、16日土曜日、16日の土曜日の、午後、3時からありますので、ぜひおいでにとしてます。毎月第3土曜日が癒しの集会、第4土曜日が、コンサートということになっておりますので、ぜひ、お待ちしておりますので、おいでになってほしいなというふうに思います。ということですね。今までですね、一対一で祈ってたんですけども、今度から癒しの集会は、祈る方がチームを組んで、そして祈っていくという形にしたいと思っていて、ちょっと今までとは違うスタイルでやっていこうと思っています。その中で、ちょっと今までとは違う神様の働きと技が起こるということをね、期待していますので、ぜひ皆さん、おいでになってほしいと思います。それでは、佐賀友さんのリクエスト、ですね、お願いします。はい、次に聴いていただく曲は作詞作曲ダビデさんで天の故郷に憧れて、どうぞお聴きください。憧れて思いを賛美に乗せて、主の大庭で喜び歌を、主の御顔は置きみて、主が約束された御続けよ永遠に。
佐賀友さんのリクエストで天の故郷に憧れてでした。それでは今日もですね、私は奇跡を信じる I believe in miracle の今日は13章12人目の証をですね、聞いていただきたいというふうに思います。先週純子さんに読んでいただきまして、好評でしたので今週も純子さんに読んでいただきたいと思います。お願いします。今日はアメリアという人の癒しです。奇跡の集会から帰ってきたばかりのこの4歳になる子は、家の中に入ると興奮したように最後の晩餐の絵のところに飛んでいきました。おばあちゃんこの人よとその子は叫んで、絵の中に立っている人物を指さしました。ほらイエス様、今日クルーマン先生のところで見た人よ。この幼女はその日の午後、祖母に集会へ連れて行ってもらったのでした。ゾッとするような顔形のこの子を人前に連れ出すことは、ここしばらくめったにないことでした。8ヶ月ほど前、ある朝アメリアが目を覚ますと、四肢ですね、手足に湿疹のようなブツブツがあって、一週間もしないうちに全身が赤くただれてしまいました。最初に見せた医者は、その病気を湿疹だと診断して、治療法を処方してくれましたが、症状は悪化するばかりです。何日か経つと、ただれたところから出血がひどくなり、全身ガーゼなどで包まなくてはなりませんでした。水は一切禁物でしたから、できるだけそっと油で体を拭いてもらい、包帯を巻かれた両腕は曲げられなくて、両脇にまっすぐ下げたままでした。祖母の話によると、皮膚はどこもここも割れて、血と膿が四六時中にじみ出ましてね。この子はしきりに痛がって、着替えなんかの時は地獄の責め苦のようでした。それに誰かがそばへ寄ると悲鳴を上げるんですよ。頭皮もただれて、髪の毛に櫛が入れられなくなり、眉毛などというものはなくなって、まぶたまでがただれてしまいました。両耳とも実際に腐って、片方などは文字通り落ちる寸前というひどい侵され方でした。病気が初期の頃は、この子も他の子たちと遊べましたが、こうなってはみんなその顔形を嫌がって、自分たちの方からアメリアを避けるだけでなく、この子のところへ行くのを、親たちが許しませんでした。顔や頭がまだそうひどくならない頃、母親はアメリアを自然に乗せようとしたことがありましたが、その時ですら横に座ろうとする人は一人もおらず、皆近くの座席に座ることさえ嫌がりました。年端もいかぬアメリアは、自分が他人に撒き散らしている恐怖感というものをかわいそうなくらいに意識していました。みんながじっと見たかと思うと、目に不可解な表情を浮かべて去っていくのはなぜなのか、彼女には理解できず、そうされるのがただ悲しくてたまりませんでした。なんでみんなから好かれないの？と母親に向かってよく泣きましたが、そうこうするうちに事実上、一歩も家の外に出してもらえなくなりました。アメリアに何かできる間は、家の周りで遊んだり、気を紛らすため母がこまごました家事を手伝わせると結構楽しんで得意顔でした。が、だんだん動作をするにも痛がるようになり、腕も曲げられなくなって、それすらやめなければなりませんでした。次々とかかった医者の診断はまちまちでしたが、一つの点で全員が一致していました。つまり、その疾患は何であれ、開業以来稀に見る非常に悪性の皮膚炎だということです。結局、診療に当たった医者の一人がアメリアをがんクリニックへ連れて行ってはどうかと家族に勧めました。祖母はその時、祈りというのも役立ちますねと医者に言うと、彼もうなずいていました。クリニックから日取りの返事を待つ間、祖母はずっと抱いてきた希望を口に出しました。クールマン氏の集会のどれか一つに
アメリアを連れて行くのを母親から承諾してもらおうとしたのです。家族揃って熱心なローマカトリック教徒だった祖母は、放送を通してクールマン氏の働きに興味を持つようになっていました。また自分で何回か集会に出てみて、大いに力を得たように感じていました。アメリアの母は、その子を連れて行くことを快諾したばかりか、次の日集会が行われている時間、家で祈ることにも同意しました。信仰の厚い家庭で小さいうちから育てられたアメリアは、主と奇跡を行われる主の力とに対して素朴な、しかもしっかりした信仰の備わった子供でした。ちょうど信仰者がルルドの町へ行くような気持ちで、その日の午後集会へ出かけた彼女は、治していただけるという確信と期待にあふれていました。そうすれば、もう痛むことはなくなって、また友達とも遊べるし、母と一緒にあちこちへ出かけられる。そして、電車に乗ればみんなににっこりして、隣に座ってくれ。変な顔をして向こうへ行ったりしない。しかし、祖母にそっと打ち明けたように、何よりも、イエス様に会いたいという一心でした。この祖母は、後日私にこう語っています。集会まで連れて行ってくれるよう、車の運転を息子に頼むと、あれは、アメリアの格好じゃ大勢の人前には連れて行けないよ、と異議を唱えるので、私は言ってやりました。大丈夫。そういうためにある場所だから、みんな気にはしないよ。それでもアメリアの叔父は自信がなく、何か用があれば、と言って外で待っていました。一旦ホールの中へ足を踏み入れると、さすがのおばあさんも、その子を見てぎくりとする人がいないようにと、なんとか自分のコートでその頭を隠そうとするのでした。皮膚の割れ方がひどくて、どの裂け目にも、ピンが乗っかるくらい、わずかしかない髪の毛は、頭皮にこびりついて、両耳は今にも落ちそうに、ただ下がっているといった風で、と彼女を思い返して言います。アメリアと祖母は当日、ホール後方の座席にいましたので、二人のことを私は知らずにいました。集会の終わり頃、歌の最中にアメリアは祖母をつつき、ほら、おばあちゃん、イエス様があそこに立ってる、と、甲高い声で叫ぶので、祖母が小声で言いました。どこ？あそこ、クールマン先生の横よ。ほら、イエス様が立ってる。ねえ、見て、手を差し出してるわ。その子の声に、ホールにいた人々が一斉に振り返りました。アメリアを見下ろした祖母は、改めてその子をじっと見ると、思わず心臓が高鳴り出しました。この幼女の顔のただれがすっかり乾いて、血や海の跡はどこにも見られないのです。彼女の心は歓喜と感謝で湧き返ったのでした。二人がホールから出てくると、待ちくたびれていたアメリアの叔父は、この子を一目見るや、気絶しそうになりました。家に着くと、祖母の報告は続きます。この子は会ったことを誰かれ構わず話したくてうずうずしていましてね。イエス様を見たというのがこの子の話なんですけど、家の者はアメリアの腫れ物が乾いたのを目を皿のようにして見ていました。父親はそれを見た途端、奇跡だと叫びました。私は誰にも何も言いはしませんでした。ただ口出しする前に、万事間違いないかどうか、はっきりさせたかったものですから。翌週、アメリアは再びホールへ連れて行ってもらいました。すると集会の途中、彼女の顔と頭と体を覆っていたかさぶたが落ち始め、雪が降るように体から剥がれて、どこかの婦人の着物の上にどんどん落ちるので、私はハラハラしていました。でも、なんと言ったって感謝でいっぱいで、ずっと主を賛美し同士でした、と祖母は語っています。このようにアメリ
は完璧に永続的に癒されたのです。そして幼い心の底からイエス様に感謝していましたが、別にこのことで驚きはしませんでした。主は奇跡がおできになり、また行ってくださるということを終始信じていましたから。この子の皮膚はもうすべすべになって、ただれ、かさぶた、傷跡などは跡形もなくありません。ほどなく洗って櫛で溶かされた髪の毛は輝く可愛らしい顔に黄金の彩りを添えるようになりました。眉毛は生え揃って形も整い、まぶたも耳もすっかり回復しました。千人もの人がこの子の症状を見、その癒しを目撃しましたが、これを医師たちは奇跡と呼んでいます。アメリアの一件はこの伝道活動の中で起こった何者にも増して私を感動させましたが、それは単に体の癒しのためだけではありません。そういうことなら同じように目覚ましい癒しを数多く見てきていますから、私が打たれたのはアメリアの無条件の信仰とイエスを見たというビジョンの実在を固く確信していること。それに癒されてから7年間も最初の話を一歩も譲らないということを知ったからです。はじめ友達や近所の人たちは癒しを否定できないながらも、その子がイエス様を見たなどというお話を作り上げたとか、祖母がその子の頭に吹き込んだ話だとか言って難癖をつけました。アメリアの父や母も最初、これはまるっきり子供の想像力が働きすぎて生まれたものと決めてかかりました。二人はアメリアとじっくり話をし、細かく尋ねてみましたが、実際に主を見たと言い張る彼女の心は何を言っても翻すことはできませんでした。アメリアはそれからもしばしば集会に来るので、私も檻を見て詳しく質問したことがあります。本当にイエス様を見たの？もう11歳になるまばゆい感じの愛らしい少女に私が再び尋ねたのはつい最近のことです。はい、という澄んだ声がはっきり返ってきました。で、イエス様はどこに？ちょうどあなたの横に立ってました。どんな感じの方？と私は重ねて聞きました。イエスの精神、清い心という絵のようで、両腕を差し出していました。見たというのは、確か。するとアメリアは顔を輝かせて答えるのです。本当よ、今までで一番はっきりしたことですもの。イエス様が立っていたのは何分くらい？5分か10分くらい。歌が止んで、あなたのお祈りが終わってから、しばらくずっと。そこでアメリアはにっこりしてこう言うのでした。クールマン先生、これは一生忘れられません。この少女の体験が、想像、幻覚、気の迷いなどではなく、本当のビジョンであったことは明白です。世界中の何者にも増して、救い主にお会いしたい。と思ったこの信仰に満ちた4歳の女の子にイエスはご自身を表されたのでした。この伝道活動の中で奇跡が起こったことに何らかの貢献をしたのは私の信仰であるとか、私の祈りの方が他の人たちの祈りよりも重みがあるとどうしても思えてならないという方々に、数あるうちのただ一つとしてアメリアの例を引き合いに出して、そういった考え方は全く間違いだと申し上げたいと思います。この子供の癒しの際、私はその子が集会にいたことすら知らず、従ってアメリアのために特別な祈りもしなかった点に注目してください。この子が癒されるまでは、私の目につきませんでした。ほらおばあちゃん、イエス様があそこに立ってるという叫び声がしたとき、
初めてホール中に視線を走らせました。そして小さいがよく透き通る声の出どころを探そうとしたところ、ある婦人の腕に抱かれて何やら身振りで示そうとしている女の子がようやく目に留まったという次第です。神の力が発揮されたのは私の祈りではなく、この子供の祈りによるのです。またイエスが御手をその小さな体に置かれたのは私の信仰ではなく、この幼い子供の素朴な信仰に応えられたからです。この働きを通して、どなたもキャサリン・クルーマンを見るのではなく、聖霊だけを見てくださるよう、私は心を尽くして祈ります。愛する神よ、この女の子の素朴な信仰を私たちにもお与えください。生けるお方とイエスの御力を信じる信仰、この地上に奇跡が下るのを待ち望む信仰をお与えください。それは、もしこの素朴な信仰を街灯のように身にまとうなら、私たちは幼子のように祝福され、命について知るばかりでなく、どのようにその命を生きるかが、その時わかるようになるからです。はい、ありがとうございました。アメリアの記事はですね、何回読んでも私は涙が出てしまうんですけれども、まあ、今日は聞いてたんですけれども、本当にイエス様に会いたいっていう、実に単純で素直なその信仰に主は応えられて、そしてイエス様に会った時、イエス様に触れた時、この子は完全に癒されていくわけですね。で、そういう素直な心、そういう心を本当に持てたら、イエス様はいつでも誰でもどこにでも現れて会ってくださる、えご引きのない方だから、本当にそういう心を、持ちたいなっていうふうに私は個人的にはいつも思います。で、こちらがそういう心さえ持てれば、イエス様は喜んでこの瞬間にでも現れて私に触れてくださり働いてくださる、そういう、こう、方ですね。その方に、本当にお会いできるように、まあ、神様に、心から願います。一曲聴いていただきたいというふうに思います。あなたの力によってっていうですね、風の響きの2週の43番からですね、お願いします。はい、作詞作曲、イスラエル・ミゲオさんで、あなたの力によって、どうぞお聴きください。
あなたの力によってでしたけれども、静寂さんから追伸で今メールが入ってまいりました、大切な証を一つ忘れておりました。月曜日に礼拝に行こうと思っていたら、元々の風邪が急に悪化し、具合が悪くなって行くことができなくなりました。そうだ、オンライン礼拝があると思い、オンラインで参加しました。礼拝の最後に、牧師の方が、喉が癒されますように、とおっしゃられました。それから少し横になっていたのですが、起きてみると、喉の痛みや、すごい咳がほとんどなくなっていたのです。オンライン礼拝ができ、そしてその中で癒されたことを感謝します。いやー、よかったですね。本当に死に栄光を返したいというふうに思います。金曜日にはね、夜中に祈りに来れるぐらい元気になっておられましたけれども、本当に感謝したいというふうに思います。さて、聖書から、ちょっと短く簡単にお話をしたいと思います。それではお願いします。はい、今日はマルコの福音書10章13節からです。さて、イエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そして子供たち、イエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。はい、これはイエス様のところに、まあ、子供を連れてこようとしたらですね、まあ、弟子たちがですね、叱ったわけですね。ところがイエス様はそれをご覧になって逆に怒られたわけですね。いや、私のところに子供たちを連れてこい、止めるな。神の国は、まあ、このようなもの、つまり子供のようなもの、このような者たちの、子供のような者たちの、子供のような者たちの神の国を与えるんだよってことを言って、子供のように神の国を受け入れなければ、決してそこに入ることはできない。まあ、神の国ってのは永遠の命とも訳せる言葉ですけども、本当に永遠の命、神の国を受けることができないと言われたんですね。でも今日ちょうど巨サニクルマンの本を読んでいただいてみましたけど、アメリアという4歳の少女、まさに子供なんですけども、その子が本当に幼い頃から、まあ、クリスチャンの家族で育てられて、本当にイエス様のことを素直に、本当にある意味で単純にというか素直に信じて、イエス様にお会いしたい、イエス様にお会いしたい、そしてイエス様にお会いすれば、きっとイエス様は私を治してくれる。そしたらみんながもう私を見て、逃げていったり、嫌がったりしないで、仲良く友達になれるんだって、まあ、そう固く信じていた。イエス様にさえ会えば、イエス様は自分を、まあ、直してくれるっていうか、本当に友達と仲良くできるし、友達も自分を受け入れてくれる、遊んでくれるようになるんだって、こう、本当に素直に単純に信じていた。その心、その思い、それをイエス様は喜ばれて、ご自分を表されて、そして本当実際に、まあ、アメリアは体が癒されて、そして、まあ、成長していっても、そのことを、そのことは彼女にとって、まあ、宝の体験と言いましょうか、生涯忘れられない体験となったわけですね。で、実際、まあ、神の国はそこで受ける、命を受けたわけですね。で、私たちは、その幼い心の子供って持っている子供の心、その本当に御言葉を素直に受け取る心、そのまま本当に受け取る心、大人になっていくと人は、まあ、賢くなる、言い換えれば素直でなくなる部分があります。もちろん人間の社会では何でもかんでも信じるのは賢いことではありません。でもイエス・キリストのおっしゃること、聖書のおっしゃることをそのまま受け取る、理解できるできないとか、納得できるできないを超えてイエス様がおっしゃるならばそうなんだなって受け取る。子供にとっては分からなくてもそう言われれば入って受け取る。それはその人を信頼している時、その人を本当に信じている時です。残念ながら人間は約束を破れなかったり嘘をついてしまったりそうならないことがあるので、子供は成長していくうちにそうは言ってもそうならないんだってことを体験していって、そのまま信じない、受け取らないってことを学んでいきます。またそうすることの方が生きていく上では必要なんだってことを学んでいくわけです。でも聖書に関してイエス・キリストに関してはそうじゃない。本当にイエス様のおっしゃることを素直に子供のように受け入れるとき、私たちは神の国、永遠の命を受けることができる。イエス・キリストはあなたを愛して、
神であられたにもかかわらず人となってこの地上に来てくださって、あなたが自分でどうすることもできない自分の中にある罪、神から離れてしまった結果、ずれてしまった結果、起こってくる、まあ、いろんな問題、こんな災い、憎しみや悲しみや痛みや病、そしてすべての、まあ、呪いと思われること、裁きと思われること、すべてのマイナスを引き受けて、イエス様は十字架であなたの身代わりとなって、そのすべてのマイナスを、裁きと呪いを引き受けて死んでくださった。そしてあなたの代わりに地獄に行き、復活してくださった。このキリストを本当に信じて、自分の罪を認めて悔い改めたら、許されるだけじゃなくて、復活した命があなたの血に与えられて、あなたは神と共に永遠に生きるものになる。そして、罪に勝つ力をも与えられていくようになるって。これは聖書のメッセージです。実に単純で簡単です。でもこれは、なぜ2000年前に来たイエス様が、私の罪の身代わりなのか。どうしてあの十字架で全部許されちゃうのか。これは説明できません。聖書がそう言っております。それを本当に信じた人の人生の中に、まさにその奇跡が起こる。命が与えられ、神の国を体験する。幼頃になって、ぜひ今日ですね、この聖書のメッセージ、そのキリストという方を信じて、あなたを受け取ってほしい。アメリアという方がそのキリストに出会って、奇跡を体験したように、あなたもその時、イエス・キリストという方を、このあなたのうちに、迎え入れて、はっきりとキリストが来られて新しい人生の歩みをスタートすることになります。聖書に信じる者は救われると書いてある。よく茶化している人がいるけれども、本当にキリストを信じるとき、救いがやってきます。救いというのは体の癒しも含みますけれども、永遠における命、この肉体が朽ちても生き続ける命、そしてこの地上で